どうもナイスです。今回は8月18日に行われる天皇杯川崎フロンターレ戦をシミュレーションしてやっていきたいと思います。直近の試合でガンバ大阪に 0-1 で負けてしまって、ちょっと決定力不足が露呈されてしまったかなと思っているので、まあ今回はヴィッセル神戸から新加入の藤本伸明選手をスタメンに入れてウィニングレブンやっていきたいと思います。スタメンはこんな感じで、まあ新加入のコロリとホノルド、松岡選手も入れて、こんな布陣でやっていきたいと思います。フロンターレの方はちょっと三笘選手とかいない選手が入っちゃってるんですが、そこはご了承ください。さあキックオフです。天皇杯キックオフです。抜けてくる、撫でるようなボールタッチ。いや早速フロンターレのチャンス。おいおい、うわ、いきなり3分に失点です。清水レアンドロ・ダミアン、追加点のチャンス。しかも14分、うわ、早くも2失点清水。素晴らしいプレーでしたよね。お前ゲームでも強いのかフロンターレ。あ、清水の反撃、西澤選手いけ、あーキーパーに止められました。さあ前半のうちに1点でも返しておきたい。あ、クロスが流れて、お、カット、パス、お、藤本選手、藤本、お、藤本森明、エスパルスで初ゴール。いや今うまかったですね、反転が。やはりストライカーという感じです。花選手がコロリのパスをうまく反転して決めました。このコロリのおしゃれなヒールパスから反転して藤本選手ナイスゴール。さあこの勢いで追加点を狙っていきたい。清水最終ラインのボールを下げる。選手からロングパス、西澤健太選手トラップ、お、片山選手上がってきました。片山選手いいボールでしょ、いいクロス、いいクロス来た。前半のうちに追いつきました。なんとコロリ、コロリのヘディングが決まりました。コロリ選手ヘディングもできるんでしょうか。前半のうちに追いついてくれました清水。いやー、リーグ戦では調子良くないんで、今シーズンタイトルを取れるとしたら天皇杯なんで頑張ってほしいと思います。ここで前半終了、後半頑張れ清水と思ったら攻められています。やばいやばい、ダミアン来た、あ、本田選手神様止めてくれました。さあ清水後半30分、チャンス、サンタナから松岡選手来た、いいパス来た、ゴール逆転。あれ、オフサイドでした。いやーオフサイド、今のナイラー、いやー残念ですけどもね。いやギリギリです。そしてここで試合終了、延長も決着がつかず PK 戦に突入します。天皇杯お願いします。1本目はシアゴ・サンタナ、 PK 戦です。サンタナも決めてくれ、サンタナ褒められた、外れました。
チョン・サンミョンに取られた。決めてくるか。さあフロントへ頼む権田選手。うわやばいエスパルス。2本目は藤本則明選手頼む。さあどこを狙うのか。おい連続失敗シリーズやばいか。権田選手に任せるしかない。神様よし。宮田選手の PK ストップ。さあ3本目原輝樹選手頼むぞ。よしキーパーの逆をつきました。もう権田選手に任せるしかない。あとはレアンドロ・ダミアン。おし権田選手素晴らしいセーブ。同点に追いつきました。4本目西澤健太選手。おしこれで一歩リード2対1。さあ権田選手決められました。さあ同点のまま5人目に入ります。5人目はベンジャミン・コロリ。さあどこへ蹴る。おお、うわ落ち着いています。コロリうまい。さあ5人目大島亮太。学園を止めてくれ権田選手。ここは外せませんよね。お願いします。さあどうだ。止めた。勝った。いや最後よく反応しましたね。スミスこれで準決勝。エスパルスフロンターレを下して天皇杯勝ち進みました。以上となります。まあ8月18日にアイスタで天皇杯あるんで皆さん応援していきましょう。それではまた、ありがとうございました。